6月20日、味岡市民センターで音楽鑑賞講座が開催されました。これは幅広い分野の音楽に親しみを持ってもらおうと、小牧市と小牧市教育委員会が主催しているものです。講座には地域の人たちや関係者など合わせておよそ250人が参加しました。講座はレクチャー講師である名古屋芸術大学の山田教授により進行されました。3回にわたって開かれる音楽鑑賞講座、第1回目となる講座のテーマはラテンの世界。演奏するのは愛知・岐阜を中心に活動しているラテンジャズバンド B スタイルです。オープニングを飾った曲はフィエスタ・アラ・キング。若きミュージシャンたちが操るラテンのハートやリズムに会場は盛り上がりを見せていました。この後もキサスキサスキサスやベサメヌージャーと往年の名曲が披露されました。また今回の催しは講座の形をとっていることから、単なるコンサートではなく曲の解説など演奏以外のことでも楽しむことができます。マンボナンバー5では、来場者も掛け声や手拍子で曲に参加し、一体となってステージを作り上げていました。終盤では B スタイルの演奏もさらに勢いを増し、ソロパートのパフォーマンスや息の合ったセッションで観客を魅了していました。参加した皆さんは心が躍る音に誘われ、熱いラテンのリズムを体で感じることができたようです。また次回の第2回はチェロの世界と題し、7月18日に行われるということです。非常に楽しく感激しました。迫力があってね、また前だからすごいなんかこう呆然と聞きより酔いました。スケールの大きさというかね、素晴らしいなと思いました、はい、この腹に響いてくるようなね、素晴らしいですね。次回7月6日からの姿勢だよりは、在宅医療に関する取り組みについてのお知らせをお送りします。